どうも。あ、だよ。あれ、どんな感じ今？うん。俺が一番最初に選んでる感じ。何時に開くのこれ今？ね、今警官が6名になるのを待ってる。うん、なんかね、ボイラテンガリンが来てたから、あれ？あ、あれ？あ、4人になってるわ。あれ、ボイラって消えた？4人だね。さっき5人だったね。だ、あと警官が1名来たらやれるなって感じ。そっち今日人数いるの？いる。おお。4人はおるかな。4人か。うん。なるほどね。何人ぐらい？ちなみにモズは1。1？ 1で受けちゃってんの？いや、受けようと思ってる。ああ、そうなんだ。いけなかった。たらどうすんの？ん？1でも行くってこと？1でも行こうと思ってんのと、まあ誰、まあなんだろう、傭兵として行くのもありなのかなと思ってる。傭兵として？うん、まああと、まあ、どこかとやるみたいな。合同じゃなくて？うん、まあ合同でもいいけどって感じだけど、まあうちがあんま合同、そのほなボスたちがあんま好きじゃないから、うん、あんまやれないけど、まあこの時間はいいかなと思ってる。あー、どうする？ランジョーたち、今そっちのボス誰？あの一番偉い人ボス？そう、あモンディさんいるんだ。あ、そっか、モンディさんがよければちょっと俺ついていってみたいなっていう気はある。なるほどね。うちは現状今俺しかいないから、今ちょっと聞いてる。前にね、ちょっとあんまり合同あんまって感じだったから。まあ、そう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 。まあ、ただそれ、まあ一応聞いてる。そう、一応俺もお金が欲しい身ではあるからさ。金ねえのか。いや、5億はある。うん、うん、ただ20億必要だからさ。20億？なんで？買いたいものがあるんだ。20億って相当だな。うん、絶対にさ、家じゃん。まあな、20億か。まあでもすぐだな。すぐじゃないんだよ、それが。いやお金たまんない理由がさ、武器とか作ってるから全然たまんないんだよね。何を作ってる？武器、武器。ああ、え、補填ないの武器？あるにはあるけど、うん、ダイオはそれ使ってない。使った方がいいんじゃないそれは。いやけど正直、そのまあほら、今若手の子たちがいるからさ、モズも。ああ、はいはい。そっちのその罰金の負担とかそういうのがあるから。うんうんうん、ああなるほどね。ギャングプールないもんね、モズ。そう、あんまないね。そうだよね。若手って何？誰入ったの？入った。あれ、ボアセナコックさん知らない？本当かい？ボア入ったよ。そうなんだ、うん、知らなかった。ボアと、あとは、うん、ナノさんは上がるよね。あ、ナノは合ってたからね。うん、そう、あれがその犯罪者の方としてもこう動く感じになってるから。じゃあ本当に正式にみたいな感じなんだ。まあまだモズには入ってないけど、でもモズの一員みたいな とこではある。はいはいはい、なるほど。いやー、早く警官6名になってください。断る感じでお願いします。 OK、 分かった、うん、あのね、合同はなしっぽい。なしか。うん、了解。でもこれで俺、じゃあ俺からの提案の合同はどうなんだ？え、どういうこと？いや、ほら、また殴り合いでするじゃん。あ、まあ、そう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 。え、殴れて勝ったら合同ってこと？うん、俺一人だからさ、どの道誰かとやる感じだったから。あー、なるほど、聞いてみる。俺からの提案の方はどうなのかなっていう。あ、俺が勝った場合の。待って、ナシモさんから。あ、一応それ聞いてみてほしい、それ言われたって。勉強したいなら金をもらって許可する。うんうん、あとお金払って譲ってもらうでもいいよ。だってで多分ね、どの道ね、合同はやんないっぽい、うち。オッケー。だからで、なんかお金払ってもらって、うん、こう やるのはありっぽいね。ああ、まあまあ、ぶっちゃけ最近の合同俺それだと思ってるから。うん、報酬額渡して的な。うんうんうん、って感じかな、勉強代。まあ、あとはまあこういう意見もあると思う。受けれる人数いる、いないなら受けるなってやつもいると思うが。まあね、やらせてくれ、金がないんだ。まあ俺的にはそっち派で、
まあ他にも金稼ぐ方法あるからとは思う。まあそう俺ね。らがそれやっちゃうと、例えば人数多い方がさ、ガンガン受けて、で人いないけど待ちみたいになって、まあ極端な話ね、まあ120分待ちとかになって、その間他のギャングできるじゃんっだね。ていうのは思うけど、まあわかんない、一あれとしてだけどね、別にだからどうとかするつもりはないけど俺は。あとはその現状多分ね、6時ぐらいからみんな起きてくるから、まあ、どうなんだろうな。難しいな、これも。まあ要相談かな、ここもボスたちがね。話し合うのかもね。最近は多分そこがまた来たねーって。最近ほら、1日のさ、多分ミッションでさ、こう、多くて3回じゃん。1つのミッションにつき。そこちょっと大変だよなーって。まあね、今ダヨだけなの起きてんの？まあ俺だけだから、それか、むずいなー。い基や本的にさ、さ、俺あんまさ受注してないからあれなんだけど、基本的にはずっとこれなの。受けれる人数いなくても受けてる、みんな。っていうか、まあモズは現状人が今いないから、毎回人数いなくてもやってるってことが多いかな。なるほどね。死が来れる。どこに行けばいいナーですシマか？さん。あの客船の場所。何、どういう状況？客船の受注あ、場所で今す。待ってる状況ですね。今なんかアンドさんが残ってます。ダヨさんが一人で云々みたいな軽くは聞いたんすけど。私も行った方一がいい応か今な。まず一一人人しで。かいないんですけど、多分6時ぐらいから、まあ増えつつあるんで、うちが。そうで、一応取っといて、じゃあ起きてきたらみんな行けるよねって状況を作るか、もしくはもう、まあどこかにちょっとこう、まああまり良くはないけど強盗をやらせてもらうとかっていう感じで。まあいいんじゃない、殴り合いで勝負するなりは好きにして。で、なんだっけ、合同は正直うちは人数足りてるからで困っやてれなくば。て、もしそっちが取って一緒に協力してほしいってことだったら、まあお金払ってもらったら別にうちの人も出ますよっていう感じだと思うんで。そうですよね。お互い人数が足りないとかってわけじゃないから、多分合同にする理由がないですもはんうちね。としてはなくて、それかもうこの今一人なんだったら、そもそも殴り合いせずにお金渡して受注権をそもそも譲ってもらうかの2択かな。3択かな。殴り合いするか、傭兵として雇ってもらうか、今大学にお金渡してそもそも受注権を譲ってもらうか。そちら人数もう6ぐらいいるんです？ 6、7。多分そもそも客船できる人数がいる、うちが想定してる。そうなんですよ。了解。そしたら、そっち人数揃ってんだったら、こっちはじゃあ身引きます。今日何番っすか？いや、いいっすよ。そしたら。いいっすよ。じゃあ、30番です。おい。すいじまゃせん、ありあががとうとうごござす。いまいす。えいえいえ。よかった、ありがとうご存ざ分いにま解す。決できて。ありがとごめんね、アンジュ。う。ありがとうございます。大丈夫だよ、ありがとう。勉強になりました。勉強になった、覚えておく。怖い。おはようございどうしようます。か？そもそもね、こっちが不利な状況の取引じゃないから、おはようございます。向こうは一人でできるかできないかわかんないって、もう迷いが見えてる時点で、こっちがそれに寄り添う必要はない。こっちは揃ってるし、こっちはやれるから、金で解決するか殴り合いでこっちが取るかの姿勢でいいと思う。それって今後のその被った時にも響くから、了解。人数足りないんだったら、まあ交渉するなりしてもいいけど、そもそもオールイン内で人数が足りてるし、別に同じギャングじゃなくて敵ギャングというか別ギャングのあれだから、向こうの事情こっちには関係ないから。わかりました。覚えておきます。受注者に1000万ぐらい渡して、1000まあ万ぐらい成功か。できる見込みがあるんだね。し、一人だったら。よし。まあ、大学の場合は殴り合いでも多分勝てると思うから、そもそも殴り合いで持ち込んでもいいと思うけど。これで、どの大型でも1000万ぐらい、譲ってもらったら。なんで、こっちはね、どんだけできるかね。今回はちなみにね、またしちゃったから2000万払っといたけど、大型1人当たりの取り分って大体2000万とか3000万の間ぐらいでしょう。だったらその半分以下の値段でいいと思うよ。
向こうは成功も失敗も関係なくお金がもらえるわけだし。了解、うん、了解しました、うん、ありがとうございます。なんか適当にお金握らしとけば向こうも損した気分にはなんないから、うんうんうん、次回やるときもコンビニに住むと思うから、はい、了解ありました。こっちがこっちでできるかできないかで強気に出るか下手に出るか考えた方がいいかもね、うんうんうん、あ、まあ困ったらアンダーボス以上の人に聞けばいいと思うよ。はい、わかりました。了解、はい、ありがとう、なしまくん、わざわざ、はい、ま、ありがとうございます。困ったらいいな。了解、はい、まだ相談してくれたからよかったよ。あ、よかった、はい、ありがとうございます。頼りになった、ほなね。はい、そうだね、なしまくん交渉とかのあれがすげえ長けてるからね。マジですげえよ、伸びてきて。警察6人になってない安城さん。いけた。 Go to yet check your appliesLet's text for longest and lot guns of bugs。 私グレだけ買ったらすぐ行きます。受注できたと思う。あれ本当ありがとう、みんな行く。やだー、行こう、すぐ行けるなら。おはよう、おはよう、受注今終わったよ。今終わった、今終わった。買ったら私そのまま飛行機で待機します。いや大丈夫、作戦の後ろの方に着陸が、私まだその成功率。後ろってお尻？そうです、お尻の方です。頭の方に変えようぜ。わかりました、頑張ります。8240着きました。あ、ロングフィンいる。船乗って。はい、カバン持ってきてねえや。カバン俺持ってるよ。カバン俺も1個持ってる、渡すわ。持ってる、オッケー。あ、それか僕奥、また奥掃除しに行こうかな。俺回収するね。掃除、あ、俺がやるよ、大丈夫。先頭の階段上がるところ。ご飯と飲み物あるか、うん、ちょっと。ん？何？ご飯と飲み物ある？あ、オッケー、ちょっと待って。インベントリー。安城さん、ヘリ変えよう。6億の方のヘリ。いいや。いい、豪華メンツ。あれ、空港の方も勝てるよ。早くない？飛行場は。誰か薬作ってるの見つかったかな？僕バカはさせてないぞ。あれ、あの後ろ誰だ。シーカはヘリかな。シーカヘリで来るんだよね。関係ないか。チュチュ俺です。ショータイムだ。全滅。カバンもらってね。あ、カバン俺渡すわ。あ、オッケー。じゃあ俺回収しますね。オッケー、僕も手前処理した回収かな。ボス右行く、左行く。左。左から俺が全部倒すわ。了解、オッケー。右の通路と最初の1個だけ倒すわ。了解、了解。じゃあ俺右回収全振りでいい。チヨも回収でいいよ。オッケー、回収全振りでいい。了解。じゃあチヨ今日見て、はい、逃げるか残ってベイトする感じは。オッケーです。今回お尻じゃなくて頭の方、先っぽの方に。警察ヘリ船場近くにいます。頭の方ケースしてるっぽいです。前の階段上がって、まあ、全滅、NPC 全滅やね。NPC じゃないの、心なき住人。これ散髪のスタイルよ、うん、じゃあスタートするね。するね。お願いします。ゴー。Let's go。 Let's go。 うえうえ、うわー、あいった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 撃たれる、撃たれる。うぅー、あぶね。やるわ。右、俺も行くね。右終わった。ナイス。ボス、大丈夫？うん、大丈夫。やりくわ。一人だけやった、部屋の。あと任せます。一個目解消するね。出る。やべ、アップで。そんなんで死ねねえよな。あ、じゃあ俺このまま奥の通路取るわ。いいよ。通路2つ取る。俺2個目の部屋取る。オッケー。これアーティファクト取れる位置分かる人いる？なんかね、ネックレスとか。1個目の猿一応取っといた。1個目の部屋のポゴ、ベッドの横。オッケー、取った。部屋の奥のダイヤモンドかな。了解、処理完了。了解、了解です、おります。2個目回収中。一番奥の部屋入る。
オッケーオッケー。班長が取ったら終わり、撤収。了解。先頭から撤収、これ。うん、先頭、先頭に今ヘリ止めてもらう。了解。俺は俺のボート乗るわ。了解。回収終わり。先頭行きます。ゆっくりでいいよ。俺が今立ってるところを狙って。ファイト。あ、危ない。大丈夫だ。危なくね。乗れます。なしばくんガーンなってたけど。ああ、警察、警察ボート来た、警察ボート来た。右、ナイスナイス。あ、右いるね、了解。後ろにいる、ヘリの後ろ。危ない。ナイス。こっち脱出した、こっち脱出した。ボートいいよ。パトカー来てるね、砂浜パトカー。警察に2名いる。どこに行くのが正解なんですかね、これ。うわ、ヘリ2台目来た。ボス海側に警察3人とボート乗ってる1人で、警察全部で4人。了解。多分俺の方来ると思う。行ってますね、ボスに。824に帰るわ。私のヘリは追ってる人いる？追ってる人はおらんかな。オッケーす。これアジト行かない方がいいっすよね。8242のカーバー欲しいかもね。これトットどっか止めて、みんなさ、ブラックマネーをヘリにしまえる？了解。了解。あと宝石とかかな。この辺の。グラボックス閉じた。それあのヘリじゃないね。車を出して。俺入れた。じゃあ9110、9110に行こう。9110に向かう今から。ヘリで、まだ上で。ヘリ終わって。もうちょっと待って。左、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 了解っす。このまま真南ピン刺しといた。了解っす。こういう時他が乗ってる人がピン刺してあげてください。これぶつかるんですか。危ない、危ない、危ない。ヘリのヘルプ欲しい。やったんだけどね、陸のパトカーを殺してあげた方が手っ取り早そう。了解了解。で、車に乗せてやってしまえばいいかな。オッケー。じゃあ俺、車で行くわ。うん、みんなあのヘリと車に乗り換えれる場所に止めさせるようにしてあるから。了解。うん、ここでヘリしまって、全員車に変えるなりなんとかなりして、その8240に来た警察を殺せばいいかな。8240、了解。早い、このヘリ。よいしょ。ボス、大丈夫？頑張れ。あー、ボス。ボス、ごめんね。ちょっと一旦、みんなだけ先に。オッケー。お願いします。すいません。ボス、どうなってる？ワンちゃんあるかな、引かれたかな。捕まってるかも。8240行けばいいかな、これ。警察署にヘリ戻ってきた。これで護送されたっぽいな。あの個人通知出てたらしい。なるほど。8240着いた。こんにちは。ここ何があった？ここここね、多分ね、ボス、あなたたちのボスが孤児院さんに連れてかれました、どっかに。お、はい、了解。で、警察もバチバチ追ってた。ヘリ2台ぐらいいたっす。なるほど。助かる。ありがとう。孤児院は警察に追われてたりする。うん、だからボス多分今、孤児院乗って、孤児院が警察に追われてる状態かな。あ、なるほど。どこだろうね。どっかわかる？わかんねえけど、探した方がいいな。ちょっと孤児院電話してるの。了解、お願いします。わあ、ヘリが来た。ケース。ヘリはしまえてる？ちょっと今しまえてなかったっすね。ちょっともたもた。あ、警察ヘリ来た。どこいる？さっきと同じ場所。オッケー。これあのボスよりもヘリの方優先しよう。了解。
あそこでなんでしまえなかったんだ。先のガレージに塩コリコだけ見えるな。他は。いなくない誰も。いや、塩コリコいる。大丈夫？もうちょっと怖いんで北まで行っちゃいます。オッケーオッケー。ヘリ追われてる感じ？シオコ多分スケボで動いてる。え、追われてる？シーカー追われてないです。え、安全に北のガレージとかにしまって北にピックアップ向かうわ。あ、着地か、そこどこ。確かに道路に着地してたもんな。そういうことか。シーカーの方どうなってる？大丈夫そうです。今ヘリしまいます。北に。オッケーオッケーオッケ ー, オッケー。砂漠のとこ。砂漠の飛行場です。ちょっと待ってて、迎えに行く。頼ます。ボスの方か。あとヘリはもう大丈夫でいいんだよね。大丈夫です。はい、ヘリはちょっととっととしまっちゃって。何時ガソリン入れます。おーい。ボスはね、個人が連れてるっていう連絡は個人同士入ってるらしくて、はい、その個人に特定して場所を教えてくれって今個人に連絡して折り返し待ってる。了解了解、ありがとう。すぐ行けるように待機しといて。シカちゃんどこ？北の3037のところらへんの倉庫です。行く、行くわ。一回行ってる俺、大丈夫。OK。 今何中っすか？西の交通線警察ヘリ見つけた。2台何か追ってるの多分。これ西の高速下カジノの横ぐらいかな。728号らへん。南に下ってってる。一応ちょっと追いかけてみるわ。別件かもしれないけど。客船成功しました。客船は成功してボスが個人に追われてるのに追いかけてるって感じだと。了解です。警察ヘリが3037方面行ってます。こっちにも警察ヘリ出てるわ。リギュンら辺でもサイレン。北にいるっぽい。北にいるっぽい。オッケー、北行くわ。北に警察パトカーとヘリ出てる。北向かいます。カジノから行ってる。今 B ら辺。無線聞こえてる方、プリズンの方でカバンお願いします。はいよ、プリズン行くわ。了解。あ、もう一回聞いて。プリズンだって。プリズンは、送られたんですけど逃げてる。プリズンね、カバンお願いしますって言ってたから。パトカーヘリ1台ずつです、それぞれ。了解。プリズン着いたよ。ボスはダウン中。プリズン着いたよ。個人が運転中らしいです。プリズンのどの辺？着いたよ。誰から連絡あった？どこだ？捕まっちゃったかも。マジ？携帯の電源が落ちましたね、向こう。プリズンのどの辺か見えないな。誰から連絡あったかわかる？テキーラさんみたいな名前の方で。メキーラさんかな。それ救急隊。救急隊。え、北の高速いる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 。どこどこどこ？どこ？4063にパトカー2台。4063。スパローで今向かってます。4063。本所護送、本所護送多分。オッケー、本所の方行く。あーでも襲撃ついちゃうか。何見つけた？待って、2台もう見る。何かしてる、何かしてる。レギオン、あれだ、今プリズンの横通る。2台今ケツついた。2台サイレン鳴らしてる。了解。プリズンの南の方向にスパローが通ってる。ケツついたら最速の問題で追えへんから。追えねえ。もうできれば警察は先回りになるけど無理だ。俺ケツどんどん離されてる。警察ヘリ飛んでてますね。俺の後ろにヘリ。緑のアンダーライトの車だね。あれではないパトカー。何色のパトカー？撃ってパンクさせられてるか試してるけどどうかわかんねえ。緑のやつはナシマくんやね。これ横俺ね。あ、オッケー。アンダルト緑僕。オッケーです。今
南行ってます。カジノ方面行ってるけどパトカーが見えない。もっと南行ってますかね、これ。本所ごとだと本所前待機した方がいい。本所前待機した方がいい。警察ヘリが2台で1台ボイラーでクソめんどくさいからこっち終わってるわ。襲撃ついてもいいんだよね。いいよ、構わん僕は。いいよ。OK、ボスもいいって言ってたぞ。今入ってったね。赤オレンジかな。くそストレス。裏手から入ってるかな。ナシマ君の俺ぴったりいる。後ろに。裏手入ったよ。今追ってますヘリ。73657ら辺飛んでてます。本所前いるけど今。一台ヘリ抜いた。あ、左に行ったぞオレンジ。OK、でも護送はしてないね。一人。裏手に入ったパトカーには護送入ってなかったと思うんだけど。本所上ヘリ一台。見えなかっただけで、ね、俺からオレンジ裏入ったぞ多分。橋上にパトカー1台で高架下にもパトカー1台。高架下が本命かなその場合で。ヘリも1台います。橋上にパトカー1台ヘリ1台か。くそ来たな。こっちにヘリちょっと下がります。裏の方はもう2台2台2台パトカー裏入ったっぽいね。裏入ってる。裏2台目入ったんじゃないかな。で、表に1台。で、警察署上にヘリが2台。隣接してる感じですね。どうしました？めちゃくちゃいるぞ。なしもくん今グレ投げた本所に。ああ、僕だけ。パトカー1台が追ってってるかな。今後ろいますよ、なしもくんのところ。追ってないやつが持ってるとしたら持ってる。かもしれないです。これ今追ってます。一台追ってます。ヘリも来てる。ヘリも来てる。これあれやべ、これあれだわ。あれがない。10年ガソリンがあんまねえわ。マジか。ヘリ1台が追ってってます。タンク。もう1台のヘリが遅れて追ってってる感じですね。ガソリンタンク持ってるよ俺。これ本所護送されてると思う。マルーンのパトカーがついてるもう。くそあれだったか。だね。オレンジの方だったか。無事今の判断。花はどんな感じで市役所前だけどガソリン切れたわ。ヘリ1台は本所に戻ってます。市役所前行けばいい。パトカー1台ヘリ1台かも。じゃあ市役所前行くよ。目に見られてるわ。ちょっとストレスやばいね。ちょっと待って。見えなくなる。ヘリに追われてる。こちらのさ、飛行場の場所分かる？分かる。そこに行こうかな。了解。そこ向かっとくね。ヘリは多分負けないよな、これ。うん、負けん。カバー、お願いします。それか、どっかのガレージ行ってロケ弾出すからな、ヘリ殺しに。了解。ハンバーガー屋さんのガレージとかどう？7089の左の E5 バーガーみたいなとこのガレージ。警察近いかな。もっと北の方がいいかも。了解、北まで行くね。北のところ向かってる今。了解。でそこ行くわ。北向かいます。一旦俺撤退します。さあちょっと遠回りしていくけど、僕が先に着いちゃうとまずいかな。うん、そうね。今プリズン前通るぐらいかな俺。僕はね5002の山行ってるから大丈夫そう。了解。ヘリ1台だけ、うん、今追われてんのは。でも地上波に応援呼んでたね。頑張って。了解。これ高度高かった低かった？143の俺よりかは低かったヘリね。じゃあボイラーじゃない？あ、でもボイラーの声聞こえてる。オッケー。5022の道北上中。こちらのヘリ基本高度低いから撃てるぞ。できてるわ。ちょっと次第コンビニにしようかな一旦。オッケー。あそこガレージあったっけ？車。今あるかな。今ねえか。ガレージある場所ならどこでもいいんだけどな。ペットショップは4020。ペットショップ今行くわ。ペットショップの左側にあるよ。今俺牢屋大丈夫。了解了解です。了解。
ショップのガレージ着いた僕は。了解。もうちょっとで着く。あと3分ぐらいかも。1分です。2分かな。あと20秒。煙吹いたから走って逃げれるかも。乾杯。今通り過ぎた。最悪だよ。今北の方、西側高速に向かってる。オッケーオッケー。最悪やん、こんなのさ。普通に煙吐いてるな、あのヘリ。今どこいるヘリ。ペットショップはね、もう諦めた。諦めた？パトカー来てる、パトカー来てる。どうしよう、あの花摘み、青の花摘み場の近くの橋わかる？あー、オッケー、その辺行くね。ヘリ、ガレージに止めたな。もう車ボロボロや。帰ろう。橋まで行くね。橋いる人いる？その橋どこら辺？橋も青花に行く途中の橋わかる？あー、わかるわかるわかる。そっち向かうわ。そこ軽くチェイスしてそっちに回るわ。今向かってる橋、あと10秒ぐらいで着く橋には。固定しちゃった。どの辺？あとかなりそう。横転どこでした？横転しない。復帰した復帰した。オッケーオッケー、了解。警察パトカーついてきてるって感じ？うん。橋いるよ。1台はね、コメット山道で滑ってた。オッケー、もうすぐ橋の方着く。よろしくね。橋通り過ぎるように走るわ、一旦。オッケー、30。ね、配置できてる人おらんと思うよ、今。え、3033とこだよね。そう。いるいるいる。あんたいる？オッケー。撃てばいい？撃てばいい。タイヤ撃って。オッケー。これ、今来るよ、今来る。なんかヘリ戻ってるなぁ。俺も追われてる。ヘリアタック狙います。 OK、 弾2手に分かれてる。アンジョ、次はアンジョが僕と同じようにやった方がいいかもな。了解。今飛行場のとこいる。チェイスしてると思う。いや、待って、俺に来てないな、これ。いや、多分僕のことだけ追ってない。なし、僕今どっち行った？今ね、ヘリ2台、ヘリ2台。オッケー、飛行場の方向かおうとしてる。了解、行くね。オッケー。 あそこの飛行場のとこで飛行機出してみようか。ヘリ追いかけ回してます。やばい。パトカーは、ね、2台こっちにないよ。スパローでちょっと相打ち狙いに行っていいですか？飛行場ついた。当たるのはダメ。スパローで当たるのは絶対ダメ。死ぬ。飛行場ね。見た？飛行場ついたよ。オッケー。もうちょっとでガレージ見えるとこ走ってる。もうちょっとでガレージつく。あと5秒ぐらい。でも、ここね、もう着きそうなんだよな。一周回るか、もう一回。オッケー、ガレージの前ついたよ。ついた。オッケーオッケー。銃構えてる。これもついてるよ。うわ、楽しい。花がヘリ出すってことで楽しい。あ、僕飛行機出すわ。こんだけやっぱ競ってると楽しいね。いいね。銃構えてるよ。あのガレージのマークのところらへん。オッケーオッケー。ヘリ撃ってる。緑のヘリ私だからね。危ねえ。ふぅ、オッケー。妨害妨害来てるよ。めっちゃ来てる。パトカー3台ぐらい。これ降りれねえってこれ。逃げろい。オレンジ来た。俺に逃げます。はい、
マリオン飛び降りた。いけるかこれ。くそ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。まずい、逃げろ。ごめん、太陽撃たれた。ちょっと逃げる。いや逃げて。私も離脱します。3002の方逃げます。僕北の方に行くわ。ちょっとこいつしつこすぎる。コンビニ立てこもろうかな俺。しつこすぎるヘリが。スピード取った。どこら辺行く。あ、俺でタトゥーショップの横の上がろうかな。え、これ誰、待って、女の人歩いてる。誰これ、警官。こんにちは。この辺危ないよ。タトゥーショップの横のガレージいるよ今。タトゥーショップで立てこもるわ一旦。こっちヘリ1台だわ。そっち助け行ってあげて。福島さんこっちですか。バンチ言って。やべ待って、サイレン聞こえる。俺タトゥーショップ入る。こっちの方じゃなくて多分安城の方に多い。私今ヘリですね。オッケー、今1088のトンネルに隠れてる。僕は一旦了解です。ちょっとそこら辺ヘリでぐーっとします。行かないように。3007のタトゥーショップに立てこもってます。立てこもり了解。応援来るだろうな。でも一旦チル。ふぅ、3R チェックしたら一旦チルね。ちょっと待ってね、ストレスがあると。くそ、ヘルメットが。一旦ご飯食べて、こういうのね、落ち着くのが大事、一旦。うん。大丈夫。うん。僕はね、焦るとね、全部ね、財布とか忘れちゃうんだ。でね、駅に行ったりしてね、また、タトゥーショップの周り見れる人いる？俺今見てる、俺今見てる。包囲されてる？されてなかったらガレージで逃げる。ねえ、ちょっと待ってね。警察車両1台行ってたっぽいよな、オレンジのやつ。マルーン。一応ヘリ？それ。違う。1000ですか？おらんと思うな。一応俺ドライブルで周り見てるけど。オッケー、出るね。見は見えない。レッド。これドライブルありか。あ、いやでも楽しい。カナ大丈夫今。あ、ヘリあった。ヘリに一生割れてら来たの。どこにいる？来た。行くよ。パレット前。はい、了解。パレット前、了解。このこと大好きだな、どうやら。行きまーす。リアタックもらうな。面白いな。まあでも、いいね。こっちの方が戻って。いいね。こういうのもいいな。月に今から3012、警察のパトカーサイレン聞こえます。はい。状況はどうだ？なんかカナが追われてる。え？みんなで助けてます。パレット方面らしい。さっきの橋、青い花摘む時の橋でサイレン聞こえる。そっちの方じゃないよね。でもいるの。でもサイレン聞こえるね。カナどこにいる？3033。あれこれカナ聞こえてる？最後言ってたのはパレト。うん、落ちたなこれ多分。マジか。ヘリ護送かも。一応向かう。狙います。うん、お願い。一応パレト向かうわ。パレトだったら北署近いから攻めに行かないと。終わるこれ。そうか、北署があんのか。じゃあ北署の方まで車走らせるわ俺。了解。今はやめとこ。間に合わねえか。行かないと分かんねえ。でも
でも楽しいな。こうじゃなくっちゃな。犯罪はこれだよ。あ、ヘリ飛んでないですね。多少近く。ダメかな。見えないな。多少ヘリ止まってるのも見えなくないです。ちょっと止まってるの見えないけど、しまえるから。あ、そっか。まあ、何とも言えん。私ちょっとかなり視界がぼやけちゃってるんで、ちょっと戻ります。うぅ、いや、おもろかったなぁ、チェイスの打ち合いからの。見応えあったんじゃねえの。いやー、なんかもっと長引かせたいな、でも。この間、いい感じに飛行受注していきますか。あ、飛行場はね、あの、チェンジロで負けて、アイリスが取った。あ、了解。あれは、あの、落選のお金は取れた？取れてます。OK。北署に着いたけど、今張ってる。もう解散でいいと思うよ。え、もう送られたの見たの？え、北署一応周りも見たけど、パトカーサイレン鳴ってなかったよ。パトカー来た、パトカー来た。オレンジのパトカーサイレン鳴ってなかったよ。サイレン鳴ってない。オレンジのパトカー本署に向けて行ってるかも。もう終わってる、うん、一応追ってる。オレンジ早いわ。あ、サイレン鳴らしてないよな。鳴らしてない。スピード違反やん、そいつ。スピード違反やね。スピード違反取り締まるわ。了解。こらスピード違反だろ。おい、止め、離せ。おい、追わなくて、助けなくていい、助けなくていい。え、いいの。あ、いい、いい。ここは逃げて、ここは逃げて。時間ねえ、時間がねえ。ナシマくん、助けなくていいって。声、あのね、オレンジが護送してたけど、時間がないって言ってたよ。いいって。多分時間ないんだ。6時半にあれって言ってたから。時間ないんだ。解散。時間ねえ、時間ねえ、くさ。うわ、7時やん。7時やないの。時間ねえ、時間。そんなことある。おもろかった。忙しいかんな、マジ頑張れ。あー、おもろかった。おもろかった。初めてだよ、こんな終わり方。潮先輩、今まだ北にいますか。納得しかないっていうね。この終わり方だけど納得しかないっていうね。あー、おもろかった。どこいる。面白かったね。いや、エンターテイナーだよ、本当に。素晴らしいよ、ガチで。最高におもろかったな。ガチおもろかったわ。楽しかった。もしもし。はいはい、もしもし。ど、えー、感じ悪、感じ悪だよ。何やあいつ。一旦拒否すよ。一旦拒否。で、ビデオ通話でかけよう。はい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 。どうした？いや、ごめんごめんごめん。あの、客船どうだった？あ、客船ね、めっちゃおもろかったよ。めっちゃチェイスになって。でも成功した。うん。いや、なんかあの、ほら、こっち様子ちょっと見てたんだけどさ、うん、なんか最初途中で帰ってったからさ、歪みかなーっていう。うん、全然普通に。あ、もう成功させてたんだ、あれで。成功したし、めっちゃチェイス助ける、うん、ボス助けるためチェイスして、めっちゃおもろかった。なるほど、最高や。ごめん、そしたら電話邪魔だったの申し訳ない。うん、ちょっと邪魔だったぐらいだから大丈夫。邪魔だったんだ、ごめんな。うん、うん、
ッケーオッケー、なんだ、じゃあよかった。うん、ありがとう。 もしも歪みとかだったらちょっと俺お金返そうと思ってたから。ああ、歪みじゃないけど返してくれてもいいけどね、全然。安城ってさ、アーティファクトの監禁場所出てる。じゃあまたね。ありがとう。うん、はーい。ごめん、電話してた。何？安城、あのアーティファクトの監禁場所出てる？アーティファクトっていうか、あのねさっき車をさ、ナシマくんと一緒に行った時にさ、そのあれ流れたんよね、ムービー。流れて、あと誰かいる？あ、シーカは行ってないよね。シーカないっぽい。私ないね。ボスは？あるわけないじゃん、何も取ってないから。俺もないね。次回に持ち越し、これ。次回です。了解。